長田博士、長田博士、長田裕二、1968年4月24日体は、日本のプロレスラー。新日本プロレス所属。千葉県立成東高校、日本体育大学卒業。父は、千葉県立高校の校長兼野球部監督を務め、千葉県立成東高校では、鈴木隆正、中村勝弘らを指導。妹である、 ネイルアーティストの永田隆子は、アメリカで開催されるネイルトレードショーワンバで1999年入賞、2000年優勝の実績を持ち、広ロはもちろん、弟である総合格闘家の永田勝彦のコスチュームデザインも行う。勝彦は、シドニーオリンピックのレスリングで銀メダリストとなった。新日本プロレスの試合で、レスリングルールによる対戦もしている。また、 父と同様に、広志と勝彦も、教員免許を持っている。剣道家臣とは、チームジャパンでユニットを組むと、特に仲が良い。家臣が、大学院に合格した際には、東金デストロイヤーなる覆面レスラーとして、祝福に訪れた。現在プロレース界の、各タイトルを獲得しながらも、技をかけながら自ら、白目を向くキャラを、 主として、現在、新日本プロレスで最も盛り上がるのが、長田が白目になった瞬間であると言われるほどの人気を博しており、シリアスな試合展開ながらも、表金、レスラーとして人気を博している。1987年、千葉県立成東高等学校卒業後、日本体育大学に入学しレスリング部に所属。全日本学生選手権、百八十八年、 および全日本大学グレコローマン選手権、1989年、で優勝を果たした。1992年、全日本選手権優勝後、新日本プロレスに入門。同期には、中西学石沢上皇、剣道家臣、大谷慎二郎らがいる。新日本に入門したのは、長谷博史の紹介。1992年9月14日、山本博吉、現 天山広吉戦でデビューを果たした。1995年、新日本プロレスとワ風フ・インターナショナルとの対抗戦に出場。グレコローマンの下地を生かしたファイトで、桜場和志らと激闘を繰り広げた。1997年から海外武者修行として WCW に遠征。1998年、日本に帰国。同年、 蝶野正宏の負傷による王座返上を受けて組まれたイーワングップヘビー級王座決定戦に自ら本体代表として志願し、無王代表のスコット・ノートンと対戦するも、ノートンのパワーに圧倒されて敗れる。1999年8月28日、神宮球場で中西と組んで、後藤達都市小原道を破り、自身初のタイトルとなる E1 グップタグ王座を、 獲得した。この頃にリングコスチュームを青いショートタイツと、レガースにし、囲碁ード模様などを、マイナーチェンジをするものの、このカラーリングで定着する。2000年に、中西、吉江豊、福田正一と共に、GX を結成、翌年まで活動する。2000年3月2日には、ゼロワンハタ揚げ戦へ、スポット参戦した。2001年、 G1 クライマックス決勝戦で、武藤慶治を破り、G1 初優勝。同年10月8日には、秋山糸氏、当時プロレスリング、ノア所属とタッグを組み武藤&、長谷組に勝利した。また、長田はこの試合をきっかけに新日本内でのスターダムを駆け上がっていくことになる。この年の12月31日、総合格闘技初参戦となった、猪木ボム BAU2001 で、 ミルコ・クロコップと対したが 1R21 秒、左ハイキックを受け、レフェリーストップによる TKO 負けを喫した。2002年1月4日の新日本、東京ドーム大会で、前年10月にタッグを組んだのは、秋山の持つ GHC ヘビー級王座に挑戦するも、敗れた。2002年4月5日、安田忠夫を破って E1 ウップヘビー級王座を奪取する。以降、 2003年5月2日に、高山義弘に敗退するまで、橋本信也の持っていた、防衛回数級を更新する重度の防衛を果たした。2003年6月6日、ノアの武道館大会に2度目の参戦を果たし、同大会で、田上明から勝利を収めた。1ヶ月後の大阪府立体育会館大会で、秋山とシングルで対戦し、ここでも勝利を収め、 9月12日の武道館大会で小橋健太の保持する GHC ヘビー級王座に2度目の挑戦を果たしたが、王座ダッシュに失敗した。11月30日、ノア、北海道立総合体育センター、北エールで棚橋と組んで、小橋本田多門を倒し、GHC タッ王座をダッシュ。12月31日、猪木ボム BAU2003 で、 エメリアー・エンコ・ヒードルと対戦し、1分2秒、左フックで TK を負けした。なお、イベント開催自体の開催が危ぶまれ、ヒョードル戦が決定したのが試合前日という混乱ぶりで、開催後も安田・忠夫と長田のギャラが未払いとなり、新日本プロレスが訴訟を起こすなどのドタバタがあった。長田は、e グップの防衛記録を持つなどのプロレスでの戦績と、 アマチュアレスリングのバックボーンを持つことから、大いに期待されたものの、2001年のミルコ戦に続く、敗戦から、その後のプロレス業界の低迷も、相まって、プロレス幻想を打ち砕いた、プロレス長楽の先犯などと批判、揶揄された。2004年6月12日、全日本、愛知県体育館で、剣道家臣と組んで、小島さとし&、かを倒し、 世界タッグ王座を獲得する。三大メジャーのタッグを制覇したのは、ベーラー、高山義弘に続き三人目。2005年に1月、マッチメイクにことを唱え、新日本離脱を示唆する発言をする。3月、フロントとの確執の末ヒール転向を宣言。BNJ に交流せず、一人で戦うことを選択した。その後、中西学部、剣道家新。 藤田和幸らとレスリング軍団、チームジャパンを結成。4月26日、前田明が、ヒョードル戦の内容に苦言を呈したのに対し、ニール戦線が悪いんじゃなが、ヒョードル戦とはジャンルが違うだろ胸に手を当てて考えろ。と発言。2005年10月、長州力が現場監督として新日本に復帰した際、長野を中心とした反長州派が不満をぶつける中、 中立を宣言する。長州に好意的な選手が少なすぎるため、棚橋と共に長州とタッグを組まされ、半ばやむやな形で中西と共に本体に戻っている。12月11日、当時イワグップ、ヘビー王者のブロックレスナーと対戦し、敗北した。2006年に入り、スポーツ新聞の取材時にバレンタインチョコをかじる、徳島での試合を控えて、 泡踊りで挑発する、誕生日ケーキを食べながら、指をしゃぶるといったコミカルなパフォーマンスをなっていた。4月には、ワールドプロレスリングで試合が放送される際、白目を向いて聞き迫る表情をする姿に、キシン、キラー長田とテロップが入った。5月の第2回ニュージャパンカップでは、決勝でジャイアントバーナードに敗れ準優勝。中西が、01マックスの大森とタッグを組み、 イーワぐっタッグに挑戦する話が出た際に、王者チームに返上させて、自身と山本のタッグや他のタッグを加えて、トーナメントを開催することを提案した。2006年5月、個人事務所、長田ロックを設立し、8月4日にリラクゼーションサロン、エニシンを開店した。6月には、内外タイムスで、コラム、長田博ロのセカンドバッグの連載を始める。9月、 三冠王者になった鈴木実を見て、鈴木にベルトを取られたんだから全日本のレスラーは B 級レスラーと発言したが、当の鈴木のブログで B 級と言っていいのは俺だけだ。長田は C 級とやり返される。その後もタック戦で鈴木との構想を展開し、2007年1月に三冠ベルトをかけて対決するも、惜しくもスリーパーホールドで敗れる。2007年3月、 ニュージャパンカップ2007で優勝。4月13日、大阪、大阪府立単育会館で行われた E1 ウップヘビー級選手権試合で王者、棚橋をバックドロップホールドで破り第46台 E1 ウップヘビー級者に返り咲いた。7月1日にはドラゴンゲートに参戦神戸ワールド記念ホールにて、竹ちゃんマンのコスチュームで入場し、ストーカー市川と対戦。 9月9日、地元の千葉、東岸でアリーナで初の主催工業を行う。10月8日、両国国技館で行われたイーワグップヘビー級選手権試合で、棚橋の挑戦を受け、31分5秒ハイフライフローから片エビ固めで敗北、棚橋がイーワグップヘビー級王者に返り咲いた。2008年1月4日、イーワグップサードベルトをかけて、 カートアングルと対戦するもアンクルロックにより敗退。2008年2月17日、両国国技館で行われる予定の後藤博士大棋戦であったが、ウォーミングアップ中にめまいと左半身のしびれを訴え、リングドクターは脳梗塞の疑いがあると判断。病院に搬送され試合は中止となった。精密検査の結果の及び頸椎に異常はなく、 2008年2月27日に会見を行い、病名は高血圧から来る出血か、海面上血管腫ではないかと説明した。5月からシリーズに復帰。10月13日、田中正人を破り、01世界ヘビー級王座を奪取。2009年2月27日に、対、王谷慎次郎戦で破れるまで、3度の防衛を果たした。 2009年2月15日、昨年脳内出血による体調不良で緊急欠場し実現できなかった後藤博士大輝と両国国技館で1年越しの対決を行い、最後はバックドロップホールドで後藤を沈めた。4月5日には飯塚隆史とチェンデスマッチで対戦するが、レフェリーストップで敗北。5月3日、飯塚とドッグカラーチェンデスマッチで再戦し、飯塚に 勝ちを収めた8月に行われた G1 クライマックスでは、毎試合、ご当地の球団のユニフォームで入場した。また、最終日には一郎が着ていた、ワールドベースボールクラシックのユニフォームを着て登場した。後に、長田のブログでは、本物だったと書き記されていた。同年9月、平沢光秀、井上渡る、スーパーストロング、マシンと共に、 青木軍を結成。12月5日には、中村晋介の持つ E1 グップヘビー級王座に、挑戦するもボイエで敗北を喫した。2010年1月4日の東京ドームで行われた、レッスルキングダム4で元横綱、アケボノとブルーマウンテンズとして、タックを組み、田尻、田中進マス組と対戦するも、アケボノモロとも田尻のグリーンミストを受け、最後は永田は田尻の バズソーキックでピンフォール負けを喫してしまい、戦前の公約通り地元の東岸レシで自ら銅像になる罰ゲームを受けることに行った。翌1月30日に高楽園ホールでは高橋博士二郎、内藤哲也のコンビ、ノーリミットとタッグを組み、パジリとバッドインテンションズのジャイアントバーナード・カール・アンダーソン組による6人グ、マッチを行うも、 高橋のチャンピオンベルトによる攻撃に激怒したことで、試合中にチーム内で亀裂が発生、いがみ合いの末にノーリミットは試合放棄し、直後に田ジリからグリーンミストを受けて反則勝ちになった。翌日31日のディファリアケで、青木軍の井上と共に、田ジリ、飯塚と対決、田ジリのグリーンミストに対抗して、毒切り、ブルーミストを田ジリに使い、 反則負けになるも、屈辱を晴らす。しかし、その後は、タジリのいないチームとの対決でも惜しみなく、ブルーミストを使うようになる。そして、2月14日にブルーミストを封印し、自らのストロングスタイルでタジリとシングルマーで対決、序盤と終盤で2度タジリにグリーンミストを受けるもめの位置を変えることでこれを耐え抜き、腕折り以外で初めて白目を向きに追う立ちをする。 緑の大魔人に変身。強烈な膝蹴りと投げっぱなしのバックドロップをお見舞いし、腕折りでギブアップ勝ちするも、セコンドの静止が入るまでの間、白目を向きながらゴングとレフェリーの静止を無視して、腕折りをしけ続けていた。その後は、タジリとの戦いがなく、8月8日の G1、クライマックス XX のスペシャルタッグマッチで、 矢野2のイス攻撃で右膝を負傷していた田尻とタックを組み、カオスの飯塚とカオス入りしたノーリミットの高橋のタックと対戦。はじめは2ヶ月近くの構想を根に持っていたため、田尻に対して冷たい態度を示していたが試合中の飯塚と高橋による必要な右攻撃を受けている。田尻を見かねて手を差し伸ばすようになる。結局、試合は田尻が飯塚に、 捨て身のグリーンミスト攻撃で反則負けするも、田ジリは、イーズカからアイアンフィンガーフロムヘルを奪い、序盤での猛攻撃に対し一矢報いようとするも、ユージロに妨害入れてしまう。しかし、直後に、長田が高橋を、ブルーミストで撃沈させたことで、グリーンミストとブルーミストの奇跡の共演を果たし、イーズカを羽外し目にして、田ジリのアイアンフィンガーフロムヘルによるイーズカへの、地獄突きに成功する。 その後、二人で敬礼ポーズを取り、固く握手をして和解する。2011年3月、ニュージャパンカップに出場し優勝する。4月、全日本プロレスに参戦し、チャンピオンカーニバルに初出場。決勝で、サ田ダ・ショヤを下し、優勝を収め、両メジャー団体春の祭典を制覇する快挙を成し遂げた。6月18日、 大阪大会のタッグマッチに勝利した直後、プエルトリコから帰ってきた青木軍の名優、ヒデオ斎藤に襲撃を受け、バックステージで、嘘だと言ってくれ、夢だと言ってくれ、と、肝の声を漏らし続けた。その翌日、名優の裏切りで落胆している中、全日本に参戦し、スワマの保持する三冠ヘビー級王座に挑戦するも、スワマのバックドロップに敗れた。 8月の G1 クライマックスでは優勝戦線に食い込む活躍を見せていたが最終戦のヒデオ当藤戦でピンホール負けを喫し予選落ちに終わった9月19日神戸大会でヒデオと対戦しバックドロップホールドで雪辱を果たし試合後にヒデオが平沢に戻りかけたところを矢野通に襲撃され台無しにされてしまった10月10日矢野と対戦 試合中、矢野がハサミで、野上新平アナの髪を切ろうとするがそれを長田が阻止する。最後は、リバース長田ロック e e を繰り出すと返敗で再び返されるが、それを逆に丸め返して勝利した。全試合終了後、e ワグップヘビー級王座を保持する棚橋に、挑戦表明を行うも、矢野のベルト強奪という暴挙に見舞われ、挑戦表明が流れてしまう。 11月12日大阪大会、棚橋と矢野の e ワウップ戦終了直後、負けたにもかかわらずふてぶてしくベルトを持ち逃げしようとした矢野を花道で迎撃。ベルトを奪い返し、棚橋に返却すると、改めて挑戦表明を行い、棚橋がこれを承諾したことで10月に成立しなかった e ワウップ挑戦が正式に決まる。12月4日、e ワウップヘビー級選手権に挑戦。 30分以上にも及ぶ死闘を繰り広げるが最後は、棚橋のハイフライフローで敗北する。2011年度年間プロレース大賞にて、NJC チャンピオンカーニバルの2巻を獲得し、春尾の名を欲しいままにした功績と、アンチエイジングを目標に掲げての元気発ツ,ツな、ファイトスタイルが認められ、関東賞を受賞した。 2012年1月4日のレッスルキングダム4に24年ぶりに新日本に参戦する船木正勝とタッグマッチで激突。長田のパートナーは井上渡る。船木のパートナーは河野真崎。試合終了直後、試合中に顔面、左目への膝蹴りを受けたことに憤慨した船木の挑発に激怒、殴り合いの乱闘となった。2月3日、 東京ドーム大会での長田の膝蹴りで左目を負傷し、半年間の長期欠場が決まった、船木のあだ打ちを直訴してきた、スタック・オブ・アームズ、河野の挑戦を受け、全日本プロレスのリングでタックマッチを行った。河野のパートナーの田中実のるをバックドロップホールドで勝利を収め、全日本のリングで長ダンスを披露する。その後、 コーノとシングルマッチで対戦するも、両者リングアウトで試合が終わり、その後、延長戦が行われるも、長田のレフェリーム氏が原因で起きたセコンド陣の乱入、乱闘で無効試合と不透明期となる。3月4日、高楽園大会で再び、コーノと全日本プロレスのリングで、シングルマッチで対戦。今度は、場外カウントなしの決着戦で、リバース長田ロックイ、e、ーで勝利。3月20日、 両国大会で河野と完全決着となるシングルマッチで対戦。今度はギブアップ KO のみの金網戦となり、最後はバックドロップで KO 勝ちを収めた。11月プロレスリングノアの開催するグローバルリーグ戦に出場、開幕4連勝と検討するも最終日の森島、武志戦に敗れリーグ敗退に終わる。関東賞を受賞した。 2013年1月4日、レッスルキングダム7の舞台で因縁の相手である、鈴木と対戦、バックドロップホールドで勝利した。その後、昨年9月よりフリーランスとして新日本に参戦している、桜場和氏に目をつけ、4月7日、両国大会で後藤をパートナーに、桜場、柴田勝頼組と対戦。ところが、試合終盤に放った、バックドロップを桜場がうまく、 受け身を取れずに、マットに着地。右肘の関節が不自然に曲がっていたことからレフェリーが、試合を止めさせ、レフェリーストップ勝ちを収める。桜場は、右肘関節脱臼と診断され、長期欠場となってしまった。6月22日、脱臼から回復した桜場から復帰戦の相手として、名指しで逆指名され、これを受諾する。7月20日秋田大会。 地元での復帰戦となった桜場とシングルマッチで初対決。最後は腕ひしぎ逆十字固めで捉えられてしまい、ギブアップ負けを喫した。その後、桜場とは9月29日の神戸大会でもタッグマッチで対戦したが、10月14日の両国大会で来場したグレーシー一族の挑発を受けて、意気投合し、タッグを結成。その後、 11月9日の大阪大会では、矢野、飯塚組と対戦し、勝利を収めた。11月10日2年連続出場となるグローバルリーグで優勝し、メジャー3団体すべてのシングルリーグを制覇するという偉業を成し遂げた。1月4日、レッスルキングダムにおいて、桜場とタッグを組み、ダニエル・グレーシー、ホーレス・グレーシー組と対戦。ダニエルに、 同義での首締めを受け反則勝ちとなった。2月8日、ノア・コーラクエン、ホール大会で森島を破り、新日本プロレス所属選手としては、初の GHC ヘビー級王座を体感した。2月11日、ザニュービギニング大阪大会において、長田、桜庭対、ダニエル、ホーレス組のリマッチが行われた。今回は、プロレス対柔道の一種格闘技ルールとして、 オープンフィンガーグローブでパンチ及びチョークスリーパー、道義での首締め有効の特別ルールで行われる。試合は桜場がホーレスに、道義でのチョーク攻撃を受け敗れた。7月5日、5度目の防衛戦で、丸富士聖堂に敗れ、GHC ヘビー級王座から陥落した。1月4日、レッスルキングダム級の第0試合、ニュージャパン乱暴に出場。最後は、 吉橋からピンホール勝ちを収め優勝を果たした。1月5日、後楽園ホール大会にて中村晋介が保持するイワグップインターコンチネンタル王座に挑戦表明し決定した。ミスターイワグップとも呼ばれる永田はこの挑戦を究極の浮気と表現した。2月14日、ザニュービギニングイン仙台にて中村と対戦。かつて 中村を欠場に追い込んだだれ式エクスプロイダーなどで攻め込むも、最後はピンフォール負けを喫した。1月4日、レッスルキングダム10の第0試合、ニュージャパン乱暴に出場し、敗退。3月3日、ニュージャパンカップ1回戦に出場。昨年と同じく、後藤博士大輝と対戦し、敗退。5月3日、福岡。 福岡国際センターで、柴田勝頼を破りネバー無差別級王座を奪取。2017年の G1 をもって、G1 卒業を宣言し最後の試合では弟子であった、バッドラックファレを相手に対戦し、敗退。敬礼ポーズは2000年頃から使われ始め、長田の代名詞と言っても良い。今でこそ敬礼と言われているが、もともとは、長田ロックに入るときに、 会場の隅々まで見渡してやるという思いから使用し出したザ・プレイステーションインタビューより実際に敬礼をする際には会場の一番隅を見ていると語っている百式をより敬礼する時の掛け声は本人曰くゼア武藤によるともともと自分がやっていた場内を見回すポーズを長田がパクってやり出したのがきっかけらしいなお アントニオ猪木はこのポーズを嫌っている。近年ではタイトル獲得後などは1、2、3、ゼアで締めることが定番となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。